皆さんこんばんは。こちらは、東南放送局の日本語のニュースでございます。ベトナム社会政策銀行の東南支店は、今年中3万4700人以上の貧困世帯と政策受益者に1兆3000億ドル以上の重視を実行したと発表しました。その中に 雇用支援論は8400億論を超えて最高の収益を達成しました。時点までに財布総額は11万9000人の収益者で46億論に上り、年少の時期に比べて14.9%増加し、年間の88%近くを管理をしました。そして、延滞債務は適切的な管理で分かず0.15%を占めています。そこで銀行への 共同スコアは97.9ポイントで高くなり年少の時期に比べて1.16ポイント上昇しています。道内省は治安と秩序の点で重症かつ複雑な地域として公安庁によって評価されています。最近、道内省警察は同地域を積極的に監視しあらゆる種類の犯罪と激しく戦うたくために 多くの専門的措置を同時に展開しています。 年初から現在にかけて、東南省警察は犯罪の手黒に関する宣伝活動を推進しています。同時に、地元の警察や部隊を犯罪を積極的に予防、暖かい被疑者かつ地区を管理、事件の捜査率を、構造、判例を拡大するよう、自動してきました。それとともに、東南省警察、刑事警察署は、1500件近くの刑事違反を派遣 解明し3200人以上の対象者を逮捕処理しました特に重大な事件については警察が迅速に捜査し速やかに100%解明しましたこれからの時期特に年末に向けて警察の安全と実像の確保に課せられた任務は極めて重いものとなりますしたがって東南警察の各警察官と兵士は犯罪と 戦い社会の実像と安全を維持するために、準備を整え、高い決意を持って最善を尽くしてきました。昨日、文化スポーツ観光省は、同内小食芸術大学、同窓文学芸術協会、ビュンシー人民委員会と連携し、どこでビュンハの識別という展示会を開きました。 平和時の識別という展示会ではさまざまな時代の敏腕時の過去及び現在の約200点の作品が展示されておりその中特に1903年から1976年にかけて ビンァトキの黄金時代の古来時ラインは国内外で有名です。古来の時に加え、新たな作品は芸術的で、お寄せの高い伝統的なビンァトキ素材の格となる特徴を保持しながら、現代的なニュアンスやパターンをもたらします。洞範時会は、ビンァトキの職人、社会、コレクターを称える機会である上で、職人などが国内外のビジネスとつながる機会 展会を生み出します展示会は今月20日まで開催されます昨日、マリ軍はキラル町に接近しトアレグ族の反戦勢力や分離主義者グループと衝突しましたそれが北部の戦略的交差点で戦闘を引き起こす可能性があります政権を掌握して以来 マリー軍事政権はキダルが重要な戦場として全国の集権回復を焦点に優先しています。この衝突については軍事政治トワレズ族も報じました。武将集団の常任戦略構造同盟の中でトワレグ族が多数派を占めており政府軍との戦闘に参加していると明らかにしました。アイスランド計局は昨日、 火山噴火の恐れがあるとして南西部のクーリンダーフィック町での3000人の市民を避難させていましたアイスランド緊張記憶は昨日レイキアネス半島で 火山が噴火する可能性もあるとみて警戒を続けています。11月3日以降膨張率が増加していることを受けて、自身の活路行きは沿岸部の町であるグリンダーウィックに向かって南下し、マグマが侵入した可能性があるとしています。現時点ではマグマが地表に達して引き起こすかどかやそのパスに関して正確に判断すること。